い、本日はレゴスピードチャンピオンをご紹介させていただきます。楽しみですね。新企画になったスピードチャンピオンです。そしてね、箱の大きさもね、ちょっと大きいですね。はい、こんな感じですね。ちょっとだけ大きいですね。はい、こんな感じで、部品の袋が、はい、あ、番号書いてますね、2番。説明書はね、ちょっと大きくなってますね。大きくなったというよりも元のサイズに戻ってるって感じですね。はい、1番、2袋ですね。280パーツ前後でしょうか。そしてシールがね、2つありますね。たまにあるんですよ、レゴ商品で同じシールが入ってるってことが。まあ、多分間違えて入っているのか、そういう仕様なのか、コメントで教えてください。そして、まあ、新パーツらしきごついパーツですね。組み立てていきます。1番から。2番。フィニッシュ。完成しました。レゴスピードチャンピオン、フェラーレ F8 トリビュート76895。パーツ数の方が275で、1月5日現在 Amazon さんの方では在庫がないという感じですね。はい、めっちゃ人気商品になってます。今年から新しくなったスピードチャンピオン、はい、横幅がね、広くなっています。とてもいいかなと思いますね。かっこいい、めちゃめちゃかっこいい。プラモデルにしか見えない。ちょっとね、詳しく前から見ていきましょう。はい、あのね、もう本当にかっこいいですね。もうプラモデルみたい。もうこれ黄色とかだったらランボとかに見えますよね。もうめちゃめちゃかっこいい。そしてフロント周り、はい、こうバンパー周りはこれプリントパーツになっていて、はい、フェラーリのシールが貼ってますね。そして両サイドもシールになっていて、はい、このボディの丸みですね。やっぱり横幅が広がったことによって再現度がめちゃめちゃ高くなってますね。そしてそのまま横に行って超拡大していくと、はい、これ分かりますかね、フェラーリのプリントロゴです。まあ、これは去年の商品にもあったので珍しいパーツとかではないですね。はい、そしてそのまま後ろに行くと、あ、かっこいいですね。はい、この隙間あたりとか本当にスポーツカー、フェラーリを再現してくれてまして、はい、後ろもかっこいい。はい、すごい造形がいいですね。もうレゴには見えないです。かっこいいですね。そして拡大、はい、シールが貼っていますね。で、後ろもシールが貼ってあって、バンパー周り、マフラー周りもすごい再現度が高いです。で、両サイドにテーブルランプがありますね。かっこいいですね。そして前に戻っ
てきました。そしてね、ちょっと見たことないパーツが結構多くてね、まずね、後ろのこのパーツ、これ一つで一つのパーツなので結構でかいパーツを一つ使ってますね。だから実際275ピースとかじゃなくて300ピース分以上のボリュームがあるのかなと思います。そして、はい、こちらちょっと取っていくと、はい、これも一つで一つのパーツで、これも見たことないパーツですよね。かっこいい。でプリントされてますね。そしてね、まあ、レゴ商品よくあることなんですけど、やっぱりね、カメラだと分かりませんけど、購入した時から傷だらけなんですよね。まあ仕方ないですよね、よくあることなんで。そしてそのままコックピットを詳しく見ていきましょう。はい、コックピット周りにやってきました。まずフロントの方なんですけど、ツルツルのパーツを使ってるので、まあ、見栄えいいですよね、内装も。でハンドル、そしてね、この奥をよく見ると、はい、これシールパーツですね。シールです。はい、かっこいい。シールのデザインもかっこいい。そして、はい、前から見るとこんな感じ、ハンドルですね。はい、で後ろ、はい、はい、座席シートが2つありますね。本当にスポーツカーらしい仕上がりになっていて、はい、ミニフィグを乗せると、はい、こんな感じですね。もう1体、はい、こんな感じ。これはすごいですよね。前列2人乗りってめちゃめちゃいいですね。はい、角度を変えてきました。これはね、めちゃめちゃいいですね。嬉しいですね。他のスピードチャンピオンも同じ企画らしいですし、まあ、これ今年のスピードチャンピオンは嬉しいですね。よくやってくれたかなと思います。そして、はい、これをつけて閉めようと思っても閉まらないですね。なんで閉まらないかっていうと、はい、ウィッグつけてるともう閉まらないんですよ。もうこのヘルメットじゃないと閉まらないです。そしてこちらのウィッグですね、ほとんど厚みのないウィッグでもこれね、閉まらないんですよ。まあ、ここはちょっと残念かなとは思うんですけど、まあ仕方がないですよね。あんまり細かいとこまでこだわるんだったら本当にプラモデル買いよっていう話になってくるので、まあこれはこれでいいのかなと思います。そしてミニフィグだけ最後見ていきましょう。はい、まあ普通のおじさんですね。30代から40代ぐらいのおじさん。そして服装ね、かっこいいですよね。まあフェラーリのシャツを着ていて、パーカーを羽織ってますよね。めちゃめちゃかっこいいです。このフェラーリのロゴが入ったミニフィグの胴体ってすごくいいですよね。で、後ろ。まあ後ろはね、まあ普通かなっていう感じですね。はい、もう一度前に戻って。はい。かっこいい。シールがね、1枚余りましたね。余ったというか、間違えて多めに入ってたのかどちらかわかりませんけど、ちょっとラッキーですよね。こういうとこ嬉しいですよね。そして、はい、プリントパーツが1つ余ってますね。これどこにつけるんでしょうか。ちょっとね、僕バカでアホなんで、組み間違えてる可能性あるかもしれないですね。レゴ社長もバカ。そして、まあ最後にね、サイズ比較だけしときましょうか。はい、まあ最後にサイズ比較させていただくと、こんな感じ。そしてそのまま横のサイズ感を見ていきましょう。はい、こんな感じ。ちょっとね、カメラだと分かりにくいんですけど、全然サイズはね、ほら、はい、ちょっと角度を変えてみました。まあこうやって見るとサイズの違い分かりやすいですよね。はい、こちらのスピードチャンピオンもね、これはこれですごい気に入ってたんですけど、やっぱりね、この横幅が広がったことによって再現度がね、本当にスポーツカーにググって近づきましたね。はい、以上、レゴスピードチャンピオンフェラーリ F8 でした。ご視聴いただきありがとうございます。バイバーイ。まあ、ナオズさんっていう YouTuber さんの方の動画を見ても分かると思うんですけども、フェラーリはぶち抜いて人気ですよね。